ジョージ3世の年少の3人の娘たち、ソフィア、メアリー及びアミーリアの肖像、ジョン・シングルトン・コプリーが1785年、アミーリア・ソフィア・エレノア・オブ・ザ・ユナイテッド・キングダムは、イギリス王ジョージ3世と王妃シャーロット・オブ・メクレンバーグの間の末娘。ジョージ3世夫妻の第15子、6女、そして最後の子供として、ウィンザーのロイヤル・ロッチで生まれた。 1783年9月17日にセントジェームズ宮殿の王室礼拝堂においてカンタベリー大主教ジョン・ムーアによって洗礼を受けた。洗礼の大父母は長兄のウェールズ公、長子シャーロット、次子オーガスタが務めた。ジョージ三世は末娘をエミリーの愛称で呼んで可愛がったが、アミーリアが5歳になる頃には、 国王は最初の精神錯乱の発作を起こしたため、少女時代のアミーリアは父親と親しむことはなかった。ジョージ3世は妹たちが不幸な結婚に苦しんだことで、娘たちの結婚にも不安を抱いていたが、1788年に精神を病むまでは、娘たちをハノーファーに連れて行き、叱るべき王侯と結婚させるつもりでいた。ところが、 国王の精神作乱のせいで王女たちの縁談は全く進まない状態になった。母親のシャーロット王妃には娘の縁組を進める力はなく、さらに夫の精神作乱で孤独になった自分を慰める存在として娘たちを必要とした。これが王女たちが結婚的利益を逃す原因となった。アミーリアは幼い頃から体が弱く、1798年には 膝関節の痛みに苦しみ、療養のためワージングに送られた。1801年には健康回復のため海辺のウェーマスに天地療養に赴いた。王女は、自重として随行していたサーチャールズ・フィッツロイと、恋仲になり、21歳も年上の自重との結婚を望むようになった。シャーロット王妃は、娘のジョージを知っても気づかないふりをした。アミーリアとフィッツロイの恋愛沙汰は、 ジョージ3世の精神状態をさらに悪化させかねないため、王の耳には入らないよう考慮された。1808年、アミーリアは深刻なマシンにかかり、姉、メアリーの付き添いで再びベーマスに天地療養に赴いた。マシンからは回復したものの、1810年には回復の見込みのない単独に罹患し、27歳で急止した。遺言により、 王女の個人財産はチャールズ・フィッツロイに依存された。意外はウィンザーのセント・ジョージ教会にある王家の納骨堂に収められた。ウィキメディア・コモンズにはアミリア・オブ・ザ・ユナイテッド・キングダムに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。